チャンネルが始まるからみんな見てね。今から始まるからそのまま見てくださいどうぞ。他に何を聞きたい？皆さんは何が聞きたい？コメントを入れてくれたら僕が代わりに聞きますよ。ではスタート。気持ちの問題で変わるだろうね。まあいろんな話をしよったけど、今またね詐欺がすごいもんね。ほら、だいたい詐欺とかあれを撲滅で始めないけど、いや思いつくよね。賢いですやっぱり。あのマイカード。マイナンバーカード。それがドコモ口座。口座の不正引き落としが。ドコモとなんか出てましたね。だけどゆうちょが今ペイペイにできんもん、うん、チャージがあったです、ね、全部ストップなったやろなってます。でもドコモのやつは逆に入れてくれやろか、俺金が入ってないやから間違えたとか言って入れてはくれないですよね。抜かれる方の詐欺なんで今日だけでも6000万とか言ったね、うん、6000万円ぐらい。いやすごいね。でもあれをなんかどゆうちょがそれ抜いてどうやって足がつかんのやろ。使って足がつかないのは、マネーロンダリングかなんかそのするんでしょうけど。ですよね。お前ら頑張って捕まえてくださいよ。これは真面目にしようね。一瞬もやらまだなってないんですよこれ。みんなもうね、YouTube で儲けようと思うかもしれんけど、何の広告もついてないもんね。誰か広告を出してくださいよ。スポンサー探さないと、はい、ね、お願いします。あ、頑張ります。お願いします。お前警察のスポンサーって話にならないしね、桜田もん何も出してくれるんです。出してくれるね、はい、本当バッチしか出してくれる。あまり警察の悪口言ったらいけんしねまあでもどっちも言われても言っても最近パトカーが俺止めんことなったもんね。やっぱみんなファンなんだよ。要は俺も動くちょっと仕事でも動き回るから俺パトカー見たらニヤッと笑うんですよ全然ハンターも動くですもんね確かに、うん、これ言われると思ってそうなの。もう多分またすぐ取られて出されるとか。たまに暇な時があるよね。暇な時がちょっと止めてくれるかなと思うのがあるんよ無駄にちょっとブレーキ多めに踏んだりただ2回ぐらいスマホ投げたけどねあ、そうやった今1万8000円取られるやろ。今取られる。携帯の違反も高くなってるから、ね、あ、次どうぞ。準備 OK。 はい、じゃあ続いてのレッツ総一郎大臣では説明しますと、このペース100円、このテープ取れたら100円です。このテープが取れたら500円、このテープが取れたら5000円。これを足つぼの上でジャンプして取れれば賞金獲得。いけそう。全部全部いけます。いくよね。5000円でないとどうする。いやどうしよう。何でもできます。ねえ、何でも買えます。じゃあ頑張って。頑張ります。意気込みどうぞ。これは楽勝なんで、ね、意気込み今からのはただのあれことです。じゃあ本気見せてもらいましょう。はい、乗って早く乗って早くこれちなみに制限時間まあ3分、半分が好きなだけジャンプし、じゃあ始めて、いきますよ。ほんまスタート。いきます。はい、
だよ。え、こんなに高かったっけな。せーの。チャンネル登録、いいねの兄弟もよろしく。